来年になるか分からないんですけれども、この道の駅の昭和とですねつながっている、道の駅の大谷海岸商工がですね、元吉唐桑商工会というところがございます。そこの道の駅大谷海岸というものが今本当に海岸沿いにあるところなんですけども、まだ復興の終わっておりません。この後高台に移って、そこが新設オープンとなった時にこのよさこい応援団としてまた応援に行きたいと思っております。
その時はですね、またYouTube なんかにもいろいろ上がりますので、その時のね活動を見ていただけたらと思います。そしてね、このよさこい応援団、このだけではありません、まだまだね関東そして全国に仲間がいます。また来月になったら違う顔ぶれが見れますので、ぜひねお時間作ってまた来月応援に来ていただけたらと思います。それではね、ちょっと風の強い中ではございましたけど、応援のほどありがとうございました。それでは、おとりこ気をつけ、会場の皆様に、で、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それ